俺らがこの業界盛り上げます。はい、どうも、ショークスです。どうも、FC です。はい、今日もノリノリです。はい、行っちゃいましょう。いやー、暑いよね、最近。やばいっす。もう、ほんといよいよ、真夏突入っすね。いやね、もうほんとにやばいね、最近。やばい。もうなんか、夜も熱帯夜、うん、やばくない？やばい。もうほんとね、エアコンつけんかったら、うん、ほんとやられますよ。いやいや、マジで。いや、マジで皆さん、ほんとね、寝とうときが一番なんか熱中症そう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 なりやすいって聞くけん。うん、今日なんですけど、はい、うちにですね、うん、なんと、なんでしょう。またまた、はい、ワイルドが入りました。おー、来ましたか。はい。で、今日はね、もう3ランセットまで組んでいきたいと思います。はい、お願いします。今回のワイルドなんですけど、こちらです。はい。はい。おっと、これはこれは何かな、メスです。メスメスです。メスか、何のメスかな。これがですね、はい、どうしました。何が、じゃーん。おお、見てこれ、何あげんの、これ、うん、うわー、これ、これ、これ、ほら、ほら、すごい、やばっ、今すごい。やっぱこれ見るとなんかゾクッとするよね。なんかね、またちょっと違いますよね。やっぱこっちでね、うん、なんかダニ、こっちのダニと、そうそう、なんかでかくない？でかこれがまあね、ワイルド特有の、うん、タニシの卵みたい。こう、うわ、何やった、集合体恐怖症なんかそんなそんな人は絶対無理や、これ、うん、絶対だって不節も一本飛んでしまったって。あ、本当だ。うん、これは確実にペアリング済みでしょうっていうことで、うん、なるほど、うん、ちなみに種類はこちらは、うん、こちら、はい、タイアンテ。タイアンテ、はい、おお、タイアンテのドイサケットっていう、うん、ドイサケット産地ですね。はあ、そうそう、ワイルドで、あの、うちもついにワイルドからアンテをすることになります。へ、はいはい、いいっすね、はい、まあ、今後ね、うん、あの、アンテも力入れるっていいよ、はい、そうですね、まさかのタイミングで、うん、はいはいはい、このタイアンテっていうのが入ってきました。はあ、うん、やるつもりなかったよ。うん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 、ただ、そういう話がちょっとこう、うんうん、あの、入ってきて、はい、タイアンテやらんみたいな。へ、いいタイミングですね。いや、かなりいいタイミング、ね、もうやってみようかなってことで、うん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 、今回メスさんで来ました。ああ、うん、超気持ち悪いタイミング。日本にはね、ほんとおらんよね、こういうダニは。いないですよ、これね。色がね、かゆくなってくる。もうこれ、小吉の手についてね。いや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 。いや、そういうのもっとね、不思議やろ。あれ、俺はね、体に付着するっていう点は。ヒルとかそう、なんかね、あの、そこかどうかわかんないんですけど、ちょっとね、かさぶたみたいなのができとって。それ、ね、ヒル。もうちょっとね、ね、はい、次からは、あの、完全防備して、はい、うん、行こうと思う。行かないかんで。はい、ちょっと組んでいきます。はい、お願いします。はい、塩マットはもちろんこちらですね。はい、シマのマット、イエーイ。もうね、うん、大人気すぎてね。はい、おかげさまで。いや、本当におかげさまで、はい、大人気で、うんうん、あの、超人気商品になったんですけど、うんうん、なんと、はい、僕たちもないってね。そうなんですよ。いや、確かにさ、うん、みんな待ってくれてる人おるのに、はい、俺らがそんなバンバン使うわけにはいかんのね。そうそう、だから俺らも本当欠品してるんですよね。そう、まあね、ちょっとね、なるべくそのね、うん、もう皆様の手にプラス僕たちの手に、うん、あの、いけるようにね、日々やってはいるんですけど、それでもね、やっぱなかなか、そうそうそう、あの、すごいいい反響いただいてますので、うん、まあ、これからもね、もう今まで以上に、うん、あの、作っていこうとは思ってますので、うんうん、はい、いや、やっぱみんな言う、大爆散しましたね。わー、ありがたい、嬉しいですね、うん。嬉しい言葉めっちゃもろう。うんうん。うん、で、ね、まあ、質問であったのが、はい、あの、ダニが湧いてしまったんですけど、みたいな。はいはいはい、はい。本当、もうその、雑虫、うん、気になる人は、本当に、もう冷凍、うんうん、そうですね、をおすすめします。はい、コバエとか、うん。どうしてもね、そればっかりは、仕方ないところは。うん、正直、マットって、出る。うん、ですよね、小林も出るし、はい、ダニも出る、うんうん、あの、絶対出ませんとは俺は言えない、はい、やっぱり冷凍っていうのはマジで推奨する、はあ、はあ、うん、ちなみにその、俺も冷凍って一回もしたことないんですけど、うん、もうほぼ 100% なんですか、冷凍っていうのは。あ、もう本当に死ぬ。俺もそんなにしたことないじゃん、うん、でもやっぱ使用人から聞くと、うん、やっぱ
冷凍すると、うん、雑菌は死ぬ。本当に嫌な人は、はい、特にヘラクレスとかカブト系使用人たち、はいはいはい、っていうのはもう絶対冷凍しようもんな。なるほど、うん、これはね、アンテはもうこれをガチ詰めするだけ。これめちゃくちゃうまけんね、アンテ。ほんとびっくりするぐらい。しかもこれワイルドやけんさ、うんうん、なんか未知数よね。そうっすね。そういうのも楽しみではあるけどね。確かにどんぐらいうむっちゃろってなるよ、うん、そこはね、ほんと楽しみやな。この子がね、タイの原生林で、あ、こいつは重機を捨てたんですよ。今回ね、オスがおらんちゃん、またもう取れなかったんですか。見た、取れん、入ってこなかった、うん、そう、入ってこんかったんで。うん、まあでも大丈夫と思うけどね、この感じは。なるほど。なんか神聖中佐っていうのもないし、はあはあはあ、この間のコーカサスはマジで完全に神聖中やろっていうような感じだったっけなるほどですね。いやでもほんとね、そこも楽しみの一つですよね。そうそう、ワイルドのね、今後はね、ちょっとワイルドとかもちょっと力入れていきたいなっていう。うんうん、いいっすね。うん、最近そのワイルドでね、あの盛り上がったよ。そうですね、今はねかなりありますね、うん、ワイルド便が入ってきよって。はいはいはい。やっぱりちょっと俺スマトラもう一回ワイルドからしたいなと思う。本当ですか。うん、久々に今の俺が本気でワイルドをやってさ、また、はいはいはい、WF1 で何ミリ出るのかなっていうのはちょっと気になる、ね。それ多分みんな気になりますね。まあ目指せ100じゃない、 WF1 で ね、 そうすね、100、あ、しっかりとその詳細産地とか、はいはいはい、しっかりしたラベルのあっちが入ってきたらやりたいよね。なるほど、それはねぜひ見てみたい。将来的にもやっぱセジャーにワイルドの血ももう一回入れてやりたいけん、はいはいはい、はい、うん、いい感じに詰まってきました。こんな感じですね。はい、これで終わり。アンテは、もうこれだけ。うん、もうカブトと一緒やろ、ここ。そうっすね、これもうちょっとガチ詰め。うんうん、やっぱあの新版の後もう一個、はい、ね、もう買った方は分かると思うんですけど、うんうん、粘りがある。はい、すごく。そうですね、あんまりガチ詰めすると、うん、カビの原因やったり、お、再発酵の原因もある、はいはいはい、その高い温度でセット運動人とかは、はいはいはい、だからあんまりガチ詰めするのはね、どのマットでもそうだけど良くない。なるほど、そのこういう粘りのあるマットに対しては、まあ、程よくっていう、ね、そう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 、本当もうこれぐらいでキュッぐらいで、うんうん、もう詰まるけん、うんうんうん、あとはもう勝手にマットの重みで、はい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 、下がっていくけん。なるほど、あんまりガチ詰めするのはおすすめせんから。皆さんお気をつけください。ゴンがさ、うん、あの体重で一回もうケース割れるんじゃないかってぐらいバッキバキにしとっちゃう、はい、もうほんとガチ詰めみたいな、うんうん、それやっぱカビたらしいもん。へえ。これ一回言ったっちゃん、ゴンに、うん、いや多分ね、それゴンの体重全体重かけておいてちょっとあのちょっと自分が力入れてないぐらいで一回やってみて、じゃあ翔さん完璧でした想像以上に力があるけど、なるほど、力があるっていうのも考えもんですね。そうそうそうで、あの体重で全体重で言ったらもう普通の人の2倍ぐらいはかかっとるわけね、負荷が。いや、それケースが持っただけでもすごいもん。そう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 ちょっと今回転倒防止がちょうどなくなったけ、うん、バークチップじゃなくてこれ何やったっけ、忘れた、忘れましたね、これですね、これ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 を入れます。はい、いってらっしゃいということで、いやどんぐらい産むかっていうところですね。目標は、目標、うん、いやそんなにはとりあえずいらんけどね30ぐらいでいいかな。なるほどなるほど、うん、とりあえずはただタイアンテっていうのをガチで俺もやったことないけん、楽しみではある。そうですね、いろいろ楽しみやな。もう一回言うけど、タイアンテのドイサケットっていう産地ですね、うん、まあ普通に今出回ってるタイアンテと同じ産地、うん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 、こういうのやりだしていくともうキリがないっちゃうね次にじゃあベトナムアンテの顔番欲しいとかなるし、なんかね、ま、最近アンテ熱が結構、ね、そう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 、アンテ熱やばいよ、うんうん、あのマジであの 88mm、はいはい、あったよ、うん、あもうあんなの日にならんぐらいのサナギをマジっすか見つけてしまった。うわ、あれは完璧いったら90は絶対いくから。マジっすか、うん、うわそれは見たい。あれはいくよ、楽しみ、うん、ま、復活して一発で 90mm 出る可能性が高いですあとどれぐらいですか。あと1ヶ月ぐらいかかっちゃうね、他までは。なるほどなるほど。ちょっと前にサナギなっとったけん。いいっすね、でも、うん、最終体重 50g まで、ほうほうほう、 50g を超えた運賃やけん、うん、
本当にアンテ、ルームもね、上になるっちゃうけど、ここにも置くかもしれない、うんうん、あの場所によってはこうかなり低温になるとこもあるから、はいはい、そうですね、うん、そういうのを利用しながらやっていきたいと思います、はい、で FC は、うん、なんかそろそろメテオ取れるのあるじゃない、うん、そうですね、あのまあ今もう、うん、オスはなんすかね、中ケースの方にぶち込んでショーケースから、うんうん、まあ、もうちょっと先かな、交換はオスの交換はもうちょっとかな、一番美味しいところが、そうですそうです、なら俺とタイミング一緒ぐらいかもね、うん、本当ですか、俺も美味しいところがもう少しだけ、うん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 、でも本当すくすく育ってます、いやマジで俺も絶好調、この間さ、はい、ツイッターで、うん、あのヘラクレス、はいはい、あのもうまだ3連勝期やったっけ、うんうん、グラムも測らんで、はい、もう大ケースにぶち込んどったの、はいはいはい、どうかなと思って、うん、2ヶ月ぐらい経ったの、うんうん、出したっちゃう、うん、全然 110g 超えた、マジっすか、うん、ふかから7ヶ月へえ、超順調でもあれ、そうっすね、7ヶ月で110か、うん、しかも1頭だけやけん、はい、あれ掘ったの、あ、なるほど、 どんなもんかなと思って1頭掘ったら 112g、はい、あ、ツイートしとこうでツイートしたって、他にももしかしたら、他にも絶対全然、ね、ゴロゴロね、だけどこっからが面白いところやけん、はいはいはい、俺と FC はね、はい、だけど2人でまた幼虫交換のね、そうですね、動画も撮っていきたいと思います、はい、ヘラクレスの動画見たいって声めっちゃ、うんうんうん、あるやん、そうですね、 DM まで来るけどちょっともうちょっと待ってください、そのなんか採卵の動画をずっとしていくのもさ、いやいや、飽きるよね、数がね、うん、そう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 、すごいことになってますからね、でこの初例の幼虫をね、ケースに入れるっていうのも、うん、なんか見応え的にどうなのかなっていうのもまあまあまああるけ、はいはい、やっぱ面白いところって言ったら体重測ったり、うん、あの浮かしたりとか、そうですね、そういうところやろうか、はい、うん、ちょっと待っとってください、いやもう俺も風吉に負けんようなすごい幼虫もいますからね、うん、うんうんうん、はい、もう俺も頑張りますよ、おおおやばいね、あ、うん、一緒に頑張りましょう、はい、あの切磋琢磨やっていきたいと思います、はい、お願いします、はい、ということで今日はワイルドね、はい、タイアンテ、タイアンテがクワカブハウスにやってきたよということで、はい、動画にさせていただきました、よし、今後もね、ワイルド便っていうのはいろいろ考えてますんで、はい、また動画にしていきたいと思います、そうですね、こちらも楽しみということで、はい、はい、じゃあね、そんな感じで今回の動画終わりたいと思います、はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバーイ、ジャケラー。